ドナルド・マクドナルドハウスには3つの理念があります。その1つ目はホームアウェイフロームホーム、我が家のようにくつろげる第二の家であるということ。世界中のすべてのハウスに共通しているコンセプトです。ハウスに滞在する家族の我が家ですから、家にいる時と同じように自ら食事を作り、洗濯や部屋の清掃も自分たちで行います。安心して家族が看病に専念できるよう、自宅にいるようにゆったりと過ごせることがハウスの願いなのです。二つ目の理念はボランティアによる運営。ハウスの運営はボランティアと多くの企業や個人からの寄付や募金によって支えられています。ハウスを利用する家族が心地よく安心して過ごせるのも、温かい寄付と地域のボランティアの皆さんによるサポートのおかげです。ハウスの設備のほとんどはハウスの理念に賛同いただいた企業からご提供いただいています。このようにドナルド・マクドナルドハウスは多くの皆さんの善意に支えられ運営されています。そして3つ目が病院との密接な連携。子どものそばに家族がいることによって治癒率が上がると言われていますが、どのようにハウスを運営したらより患者家族のニーズに応えられるか、どの家族がハウスをより必要としているかを常に病院と話し合い、ハウスの運営は行われています。家族の一人が難病を患うという悲しみ、そして遠方からの長期入院という負担、さまざまな思いを持つ患者とその家族を優しく包んでいるもう一つの家なのです。